JR 熊本駅です。九州新幹線では一部区間で計画運休が行われるなど交通に影響が出ています。 JR 九州によりますと、九州新幹線は熊本と鹿児島中央の間で始発から運転を見合わせています。久留米から多分ちょっと早めに返してくれるかなと思いますけど。在来線です。特急観光列車は明日も運休する予定です。また包囲線や三隅線は一部の区間で終日運転を見合わせ、鹿児島線の八代と福岡の門司港、包囲線の熊本と肥後大津の間では午後8時ごろから運転を見合わせる予定です。台風の影響で球磨川鉄道は始発から運転見合わせとなっています。私鉄も運転見合わせが相次ぎ、球磨川鉄道と肥薩おれんじ鉄道は明日も始発から運転を見合わせ、安全が確認でき次第再開するということです。一方、最大瞬間風速 21.1 メートルを観測した熊本空港、着陸寸前の飛行機が強風の影響で一旦上昇し仕切り直す場面も。空の便は日本航空と天草エアラインの全便が欠航、全日空も昼ごろから欠航しました。全日空は明日朝の便も一部欠航が決まっています。海の便はすべて欠航しています。また九州産航バスは県内の一部の路線バスで運休し、熊本と鹿児島、長崎、宮崎を結ぶ高速バスも終日運休しています。